小説「利休になった日」第71話前回までのあらすじですふと目覚めると千里休になっていたここは1590年の京都平成時代から何人もの人がこちらに来ているという千里休になって8日秀吉に呼び出され城へ行った昼過ぎ細川邸での茶会に参加する伏高の所作を終え仲立ちとなる待合でごとくの説明を聞く利休が開発したものだそうだ 今日のおまけはダイスについてです。第2章、小田原聖伐。第7節馬と諸島、花と料理。第7の4節正午の茶事、小茶で前ダイスの方について。茶室に入り、床の間より先に目についたのが手前座にある大きな黒い棚だった。私、あの黒い物体は何ですかまさか、あれは新ダイスです。 黄金の茶室に使われている台紙と同じものです。今日、たまには新台紙で紅茶を立ててもらいます。利休殿、まずは席に着いてください。話は紅茶を飲んでからにしましょう。私、分かりました。細川たまこが茶道口で礼をしたので、私も礼をした。その後、手前が進み、紅茶を飲み終えた。私、細川殿、そろそろ新台紙について教えていただけないでしょうか。 なるほど利休殿が上のソロだったのはそのためですか新大数が気になっていたのですね。細川殿、玉子殿、よろしければ新大数について説明をしていただけませんか玉子、承知いたしました。今日は利休様が黄金の茶室で手前をすることに決定したため、急遽信新大で手前をすることとなりました。私では利休様に手前をお教えすることなどできませんが、雰囲気をつかんでいただけたなら幸いです。 私、以前古田殿がされた濃茶の平手前より少し長いお手前で間の取り方も長く感じました。正直、細かい違いはよくわかりませんでした。せっかく玉子殿に難しいお手前をしていただいたのにすみません。玉子、どうぞお気になさらずに。利休様にとっては初めて見る手前でしょうからむしろ雰囲気が伝わったようで安心しました。私、ありがとうございます。わすか では私から信頼数の説明をします。天正2年から天正15年にかけて利休殿は伝書として知人に各手前の飾り方や所作を手紙として伝えています。古田、天正15年というと今から3年前ですね。細川、はい。 リキュードのこれらの伝書には7種類のダイス出前について書かれたものがありますそのうち関白様に差し上げる茶は大名や記人を出しするダイス飾りを用います簡単に説明すると棚の上に右から濃い茶を入れた大貝薄茶を入れた夏目天目台に載せた茶碗の3つを置きます蓋置きは風呂の左に置き尺立ての前には懸垂のみを置きます 棚の左手前には次茶碗に茶尺と茶せを仕込んだ状態で置きます今日はこの状態で玉が小い茶のダイス出前にしたしたいです古田次茶碗は使わなかったのですが関白様が所望された場合は次茶碗で立ててください私ダイスとは何なのでしょうかまさか随分と確信をつく質問ですね古田 ただ質問を丸投げにしただけな気もしますがね。細川、歴史の話からしますね。西暦でいきましょう。大須は1267年に南方正明が宗の金山寺から持ち帰り、後に京都の大徳寺に渡ります。これを天龍寺の無双組織が天茶にしたの使用したのが大須出前の始まりです。 足利義政将軍の頃、村田樹高が能阿弥と共に大スの寸法や茶色を定め書院の大ス飾りとします1537年になると松屋家の松屋会期に大スの記述が出てきます以降天王寺や会期にあるように津田宗達が流行らせるのですが自由な飾りを中心としたものだったためすぐに廃れます利休殿が大ス出前を学ぶのはそんな時です 最初は利休殿は北向道珍に弟子入りします道珍は近所に住む竹の女王殿と交わりが深く門天の利休を女王殿に推薦してその弟子とさせますこれは道珍の茶の湯は能網の影響が強い書院の茶だったためです村田受幸以来茶の湯の主流となりつつある草庵の茶も学ばせようと道珍が受幸の流れを汲む竹の女王殿に引き合わせたわけです この時、李久殿は18歳です。私、ずいぶん若い頃から茶道に親しんでいたのですね。おそか、そうですね。その後、大須、書院は道地、小座敷は利休殿がそれぞれ竹の女王殿に相談し完成させます。私、大須手前は私が完成させたわけではないのですね。古田、先ほど玉子殿が行った手前は利休殿が完成させた手前です。 細川、順を追って説明しましょう。竹の女王殿は弟子の辻源祭にダイスの方を伝授します。理休殿は関白様にダイスの茶の湯をするよう言われて、辻玄祭にダイスの方、いわゆる古流のダイスの方を習い、関白様の御殿でダイスの茶の湯を披露します。関白様は、自分も昔ダイスを習ったが、そなたの方法は古来の格に合わないところがある。どうしたことかと問うと理休殿は、 古流にはそこここに角が多すぎて面白くありませんので少し略していたしましたと申し上げますそれに対して関白様は古流を知った上でのことならば省略するのは最もなことだ今後茶をたしなむ者は利休のダイスの法を習うようにとおっしゃります私つまり私は自分流にダイスの法をやえ関白様を承知しているということですね それだ、そその通りです。それと、大スの方は関白様以外特定の弟子にのみ秘伝されたものです。私や玉子殿は知らないことになっていますのでくれぐれも発言には注意してください。私、秘伝ですか。細川、関白様は大スの方を関白様の許しを得ずに伝授することを禁止する精子を利休殿にしたためさせたのです。大ス出前に箔をつけたかったのでしょうね。 現時点でダイス出前を伝授されているのは豊臣秀次殿、木村常之助殿、賀門氏里殿、高山右近殿、瀬田嘉門殿、芝山剣持殿、そして私細川忠興の7人です。いずれにしろ利休殿は新ダイスを覚えないといけません。可能な限り練習していきましょう。1. お手柔らかにお願いいたします。 理ケ様よろしければもう一杯いかがですか私はいいただきますその日より毎日のように新ライスでの猛特訓が続くのだった、えー、今日のおまけは「ダイスについてです まず大数は中国からですね南方照明という人が宋代の宋ですね、中国のそこに行ったときに、えー、持って帰ってきたということで1191年に、えー、帰ってきています。でそれを宋福寺というところに伝えて後、大徳寺に送られます。 伊久さんのところですね、大徳寺というのは。伊、え、久、ー、さんのところに参戦していた村田樹香という人が、その台詞によって手前転茶法を定めます、えー。右下の方に人物というのが書いてありますけれども、南方正明、無双礎石、そして村田樹香というふうになっています、まあ。細かくは本部の方にも出てますね。でその後 えー、竹の女王とまあ、矢印書いてますけど、これはあの1、ー、世代飛ばしています。えー、鳥隣節とかそういう世代の村田事故の弟子たちがいるんですけども、その人たちから竹の女王は習っていますね。で、竹の女王からえっ、ー、と辻源祭。そして千里急と伝わって。 ですで、えー、本文ではこの「大須七人衆」のうちの細川3歳から「利、えー、休が」というのも変なんですけどもあの習っているという形になります。 それから上の派生という赤い枠でくくったところですけれどもこれはあの、台数がどのようにして、えー、と他の棚に変遷していったかというものを表した図になります。で一番左上の台数から大棚、小棚、しつけ棚という順に並んでいます。で えと大棚、小棚というのはもう幅ですね、えー、と大棚は台、ま、数、あ、に近い形なんですけども小棚というのはその半分ぐらいの大きさしつけ棚というのは茶室、茶席ですねにあの固定したものになりますでそれぞれ読み方だけいきますと台数の横が竹台数、高麗台数そしてその下が長板、大板、小板ですね。 それから、大棚の横が女王棚、篠棚、風呂置棚、それから、えー、その下が吉棚ですね。で小棚の欄が中央塾、宗牛棚、青楼棚で、その下が冠台、山里棚、予方塾、丸塾で。その下が旅ダンス、短冊箱、茶箱。そして、しつけ棚の欄は道、どうこう、棚、 な。そして最後が放浪棚、釘箱棚となっています。それから一番最初の部分ですね、ちょっと順番が逆転してしまいましたけど、茶所の部分ですね、これは利休台数飾り用の木というのと、利休孤児自室館小録というのがあります。これ、えっと、利休大辞典に載っているものなんですけれども、 まあ、李久さんの自質の,の手紙といったらいいんでしょうかね、それで書かれたものとして、まあ、現存するものとしては、この2つはもう確実に李久さんが書いたものだと、まあ、証明されるというわけでもないんですけども、はっきり言えるものだそうです。で何が書いてあるかというと、ライスのこと、七飾り、常のことなり。 要は7つ飾りましょうということですね。このダイスの手前は墨をなして壮らえて、火箸墨取りに取り込みことなり、そして真の大天目、同ダイスのこと、一子相伝のことにて壮らえども、主々御所望御座候ろうゆえ、初期真申し候ろう、筆筆へどひつへ喉見、 簡単に言うと、意思相伝だけどもあの、欲望が多いから書いといたと、ただあの、あんまり表に出さないでくれっていうような意味合いですね、それの真の大天目と同大数のことというのの後とに、まあ、絵が描いてあって、真の大天目はこういう形で並べるんだよと。 でそのお手前はこういう順番でやるんだよということがまあ長々と書いてあります。それから利休孤児実質というこの下の部分ですね、これは、えー、ちょっと全部読んでも大変なので、まあ、簡単に言うと、えっと、茶の湯のそうですね茶の湯の湯根本は大豆だよと。で 風呂の茶の湯は、ダイスを略したものだと。で、その風呂を略したものが、いろりだと。で、真のダイスは、の行の風呂を知らなければできないし、行の風呂をわきまえずに、層のいろりもできないよ、みたいな、要は、層のお点前を知らなければ、行も真もできませんというようなことを書いてあります。 えー、次回第7.5節乗馬の練習ですお楽しみに